上がってますね、うん、さあ次に亀川カジトのマッチアップ、ドリブルで仕掛けていく、真ん中まで来た、ここでパスを出す、中原孝之、上がってきた中村北斗、もう一度戻すか、おっとこれは亀川がそのまま入ってきた、右からクロス入れる、ここはブロックしました。いやでもね、あれぐらい大きく動いたからこそ今バランスが崩れましたから、非常にいいランニングしましたね、亀川。確認ですが、亀川のポジションは左のウィングバックです、左から右まで来ました、ね、はい。